第23回日本フットボールリーグ第31節です。大会がいよいよ始まりますね。そうですね、この対決はもう何度やってもあのシチュエーション関係なく、はい、本当にこう熱い戦いになるんで、三重ダービーですよね。そうですね、今こうすごい高い位置から解説させてもらってるんですけど、はい、このピッチのこう緊張感とか緊迫感はかなりこうもう伝わってきますね。そうですね、はい、選手はもちろんこのスタンドに詰めかけたサポーター、両チームのサポーターからもね、絶対に負けないぞという気合が伝わってきますよ ね。 今日もたくさん の、 あのサポ両チームサポーターの方に応援に来ていただいているので、本当にこう恥ずかしい試合ができないというか、本当にこうプライドをかけた、あその結果だけではない、うん、あの本当にこう熱い戦いを期待したいですね。そうですね。さてホームの鈴鹿ポイントゲッターズなんですが、今日は本当に負けられない一戦ですよね。そうですね、J3 昇格に向けて、はい、もう本当に勝つしかないっていう残り4今日を含めて4試合。あ、そうですね、でポイントゲッターズからすると絶対勝つしかないゲームなので、はい、本当に気合が入っていると思います。まあ、いろいろプレッシャーはあるでしょうけれども、もうシンプルに勝つしかない、もうそれを考えて試合に臨めばいいんでしょうかね、このモチベーションとしては。そうですね、まあ、当然その試合に勝つためには、はい、こうやっぱ戦略を練っていると思いますし、まあ、その前半後半通じて、まあ、相手を上回るとか、その攻め方や守り方ってあると思うんですけども、最後のところはやっぱりこう気持ちの部分であったりとか、このプレッシャーに打ち勝てるかっていうところが大事なので、はい、そういう意味ではもう勝つしかないという状況の方が、うん、あえてこうすっきり試合に臨めるっていうのはあると思います。そうですね、このいろいろ考え出すとこの試合にかける思いというのはたくさんありますよね。その昇格のこともありますし、前回のこの三重ダービー負けている。そうですね、そして、前節この東京武蔵野に負けているとか、いろいろ考えるとこのプレーが小さくなってしまう可能性がありますもんね。そうですね、ここは勝利だけを信じて試合に臨みたい鈴鹿ポイントゲッターズであります。今ちょっとこうフォーメーションを見る感じだと、はい、ビアティンさんはいつもと同じような4-4-2の形で、今ちょっと布陣を取っているような形ですね。ポイントゲッターズは、今まで2トップでやってたんですけど、はい、おそらく F ライン凛太郎選手の1トップ、でそのすぐ下で海口選手がトップ下のような位置に入る、はい、で後ろ、中盤の底を入道選手、あと西村選手がこうやるような風にちょっと見えますね。そうですか、ここはやっぱこう駆け引きが多分あると思うので、それもちょっと立ち上がりちょっと注目してみたいところですね。はい、画面右から左に攻めます鈴鹿ポイントゲッターズ、画面左から右へ攻めますビアディン三重。鈴鹿ポイントゲッターズは青と緑のユニフォーム、そして白の基調のユニフォームがビアディン三重となっております。さあ間もなく18時キックオフを迎えます。レフリーが時計を見て今ホイッスル、試合が開始されました。鈴鹿ポイントゲッターズ対ビアティン三重。さあまずは前線へ大きなボール、さあこれがつながって、うまくカットしました。ラインを割ります。スローインはビアティン、さあクリアをしていきます。
鈴鹿ポイントゲッターズ、カウンターなるか。ナイスプレーですね、うん、これはいいパスが出ましたが、これは、うん、イヤティンが抑えます。今惜しかったですね。そうですね、あの F ライン選手の良さ、ボールをキープするっていうところがしっかり出ましたね。はい、さあスローインからサイド一度戻して中入れていく、低いボール、これは通らない。このボールは一度戻します。鈴鹿ポイントゲッターズ、キーパー岩脇まで 戻しました。さあ最後、うん、ボール、このボールがどちらのチームに出るか。サイド出しません。今お互いちょっとこうシンプルな形で、あのプレーをしているんですけど、まあ、ミスをしないようにこうリスクを避けながら、はい、なるべく相手陣内でこうボールを持ちたいっていうのがお互いちょっと見えますね。まあ、ここをしっかりこう最初の競り合いと、あとまあセカンドボールをいかにこう拾えるかが立ち上がりでちょっとポイントになりそうですね。まあ、いわば両チーム、落ち着いた立ち上がりというところでしょうかね。そうですね、まあ、落ち着いた立ち上がりなんですけど、はい、まあ、こう隙あればこう、相手からボールを奪ってこうなだれ込むような攻撃を仕掛けてくると思うので、はい、こうちょっとやっぱり注意は必要ですね。さあ、うん、パス、ここはつながらない。ビアティミエ、鈴鹿ボールのスローイン。さあこのボールが、うん、どちらに出るか。さあ一気にカウンターに持っていく鈴鹿、うん、外に出しました。ビアティンミエ、先ほどはポイントゲッターズも、はい、あのすごくいい形でボールを奪ってあのカウンターにつなげたんですけど、ビアティもすごい切り替え早くて、そうですね、お互いのやっぱその切り替えの速さがしっかり目立ってますね。ここまで2度ほどこの鈴鹿はカウンターのチャンスがあったわけですけれども、早めにビアティン三重も寄せてきてるわけですね。そうですね、やはりすごい警戒しているので、はい、すごいこうビアティも意識高くそこの守備を警戒しているなというふうに見えますね。さあ大きくサイドチェンジをしたビアティン三重、さあ一度戻して、うん、おっとこれは相手にボールが渡ってしまった、うん、ヘッドは合わない。最初の得点のチャンスはビアティン三重、わずかにヘッドボールが届きませんでしたが、しっかりとあのマークがつけてて、あの寄せて相手のフォワードに対して寄せていたので、まあ、シュートに至らなかったということですね。なので あれぐらいしっかり寄せれていれば、はい、まあ、こうシュートにならないので、まあ、そこはしっかり継続しながら、うん、あの集中した守備をやってほしいですね。まあ、ビアティンさんはすごくさっき攻撃の展開良かったので、まあ、ああいうサイドチェンジからスピードを上げてクロスに持っていくというような攻撃をこれから多分何回かやってくると思いますね。鈴鹿はその点に注意しなければなりませんね。そうですね、サイドチェンジに対してこう早くスライドで対応するのと、はい、それをしながらしっかり中のマークを絶対外さないというところは集中してやるべきですね。さあスローインから再開、うん、これはサイド、うん、割りました。しかし鈴鹿のスローイン、さあここでパスが通ればチャンスになる、頭合わない。今ようやく惜しい形が出てきましたね。そうですね、こういうような形を何回も何回も繰り返しやっていきたいですね、
まあ、お互いこう、はい、コンパクトにこうコンパクトな集中した守備が続いているので、どうしても起点は今のようにこうサイド、まあ、こう起点になってくるので、そのサイドに入った時に、まあ、どういうふうにこう相手を崩していくかというところをお互いが多分狙っているのと、はい、逆に守備に関してはそのサイドをどういうふうにこう奪いどころにするかにもそうですね、サイドから来たボールを奪いにいっているので、そこの奪いどころっていうのをポイントゲッターズは狙っていると思いますね。さあ真ん中、うん、スルーしたボール、これはビアティミエが奪いました。さあもう一度攻撃を立て直します、鈴鹿ポイントゲッターズ。このサイドに入った後ですね、このサイドに入った後にこうどういうような崩しができるかというところになると思いますね。今もちょっと出すところを探してはい、しまってちょっとこう攻撃が停滞してしまったので、もうちょっとこうエフライ選手がうまくこう攻撃にサイドからのボールに対して絡めるとよりチャンスになってくると思うので、エフライン選手はそういうちょっと動きを期待したいですね。そうですね、はい、通るかエフライン凛太郎に、その後ろからの飛び出しで打ち切れるか、ね、これはジャストミートしませんでした。仕方ですね。しかしいい形を作りました鈴鹿ポイントゲッターズ。やはりこういい形で中に入るとそこからチャンス生まれるので、このサイドを起点にしながらやっぱりこうお互い伺うような展開が続くと思いますね、はい、ナイスフェーズですね。逆にああいう風にサイドを奪いどころとして、いかにこう組織的に守備ができるかというところが大事になってくるので、さっきはすごくいいディフェンスですね橋本選手。サイドの高い位置でボールを奪いました。さあそしてカウンターとなる、一気にいけるか、自分で持っていって、うん、センタリングは決まりませんでしたが、チャンスが続きます鈴鹿ポイントゲッターズ。さっきも非常に集中した守備から、はいはい、いい形で攻撃に入れましたね。そうですね、相手のパスをカットしてからの攻撃、さっき攻め上がってた6番の西村選手は元々ビアティンでもプレーしてた選手なので、まあ、その辺のやっぱりこうこう読む力とか相手 の選手の特徴も分かっていると思うので、うん、そういう意味でアドバンテージあると思いますね。さあこのボールも鈴鹿が奪っていますが、うん、これはホイッスルありません。いや松木選手切り替え早くていいですね、さっき奪われたんですけどすぐに切り替えて守備に入りました。ここはサイド終わりました。さあゴール前に高く上がったボールどちらが取るのか、ここでホイッスルです。今ポイントゲッターズもセンターバック今井選手がすごい大きな声で、はい、こう早く切り替えるんだ早くポジションを取るんだっていうような指示をしていて、今井選手がすごいこうそういうコーチングの部分とかでもすごい成長しているので、前の試合でもすごい何回もこう前の試合でと前のホームの試合でも何回もこうピンチを作っていたので、今日もちょっと期待したいですね。さあ右サイドから攻め上がります、うん、中央へのボールは通りませんでしたが、もう一度奪ってチャンスになるか鈴鹿、後ろからうん、これは取らない、うん、ロングシュートは外れましたが、このシュートの形で終わるというのは攻撃として、ね、はい、まあ、一つはシュートで終わることによって、まあ、流れを引き寄せやすくなるというのと、シュートで終わることによってこうカウンターを受けづらいというような、まあ、そういうメリットがあるので、はい、まあ、シュートで終わることは一つこの時間帯では大事だと思いますね。やっぱサイドで相手からボールを奪ってからサイドにこうスムーズに展開してからの攻撃ができているので、
あ、これもいい。さあしかし真ん中ボールを入れてきましたがクリアした。ボールを奪ってボールを回していきます。鈴鹿ポイントゲッターズ。今はこうかなり鈴鹿が、流れを掴んでいるなというような、はい、状態ですね。ボールの支配率は完全に鈴鹿が上回ってますよね。そうですね。さあしかしここをカットされると危ない。キーパーが抑えます。このパスは通らないか。ここはファールの判定。ここはちょっと集中したいですね。そうですね。鈴鹿ポイントゲッターズ押し気味に試合を進めているからこそこの相手の攻撃に注意しなければなりません。そうですね。今ちょっと何回かこう、こうパス回しでちょっと引っかかって、でそれを奪われてそれをちょっとファールで止めてしまっているっていう状態が何回か続いているのでここでちょっと失点してしまうと結構流れが悪くなる可能性があるのでここは絶対に失点はしてはいけない場面ですね。さあ背番号10の山藤健太選手のフリーキックで試合が再開しそうです。真ん中に入れてきました、クリア。しかしこのボールを拾うのはビアティン・ミエ。センタリング上げさせません。逆にボールを奪って逆襲できるか鈴鹿ポイントゲッターズ。厳しいマーク奪い返しましたビアティン・ミエ。この要所要所でのビアティン・ミエのこのマークというのは厳しいですね。そうですね。やはりこうかなりこう厳しくボールにチェックしているのと、まあ、ボール以外のボールから遠い選手もやっぱこう切り替え早くこう守備に回っているので、はい、そこはかなりこうチームで徹底されているような印象を受けますね。なるほど。だから簡単にこうカウンターができないような状態にちょっと今なってきてますね。さあここで右サイドに展開するビアティン・ミエ中を見ている。しかしカット。さあヘッドの競り合いでどちらにボールが落ち着くのか。さあ鈴鹿、一度サイドを変えますビアティンミエ。落ち着いて後ろからボールを回していきます。ちょっとこの状態出しどころがないといった状況なんでしょうかね。もしかしたらちょっと中で傷んでる選手がいたのかもしれない、そうですね。一旦ボールを外に出しました。ちょっとスパイクにスパイクにアクシデントがあった可能性ありますね。背番号6西村仁選手です。多分さっきの接触で
まあ、相手の足が当たってなのか、ちょっとまあスパイクにアクシデントがあって今ちょっと吐きかえてるように見えますね。そうですね、はい。さあここまでの展開ですけれども、一進一退そういった感じがしますが。そうですね、ポイントを受けた最初すごく流れをつかみかけてたんですけど、はい、こうビアティさんがちょっとこうもう一度守備の切り替えのところとボールへ強くいくっていうところをしっかり修正してきて、ちょっとまたあの流れが一進一退になってきてますね。どちらのチームが先に点を取るのか、鈴鹿ポイントゲッターズ対ビアティ三重の三重ダービー。さあ懸命のディフェンス、うんとこれは通ればチャンスでしたが、クリアしました鈴鹿ポイントゲッターズ。オフサイドの判定ですね。なるほど。ちょっとポイントゲッターズはこうボールを奪う位置がちょっと低くなってきているので、ここをもう少しその前半の立ち上がりのようにもうちょっと高い位置でボールを奪いたいですね。そうですね。どうしても今のこのこうお互いのシステムを見ているとボールを奪っ低い位置でボールを奪うと前線でエフライン選手がちょっとこう孤立しちゃうような形になるので、はい、なるべくそれをそうならないためにもうちょっと高い位置で中盤のラインでボールを奪いたいなっていうのが多分今のポイントゲッターズ の心理だと思いますね。そのあたり修正していけるんでしょうか。先制点が欲しい鈴鹿ポイントゲッターズ。さあ囲まれた中でもなんとかコントロール。一度キーパーまでボールを戻しました。ビアティンはちょっと今のは不要意なパスでしたか、はい、ビアティンもさっきのところにこう奪いどころを絞って、しっかり組織的にプレッシャーをかけていたので、さすがのディフェンスだなというふうに感じましたね。はい、そのサイドのところをしっかりこうボールの奪いどこにしっかり今ちょっと狙いを定めてきているなというふうに思うので、ポイントゲッターとしてはちょっとこう間を中盤の間を使ったパスとか、はい、フォワードにボールを入れるようなパスをちょっと狙っていきたいですね。さあこの攻撃はどうだ。ドリブル持っていくが、もう一度ここから立て直します。しかしボールは相手に渡ってしまいました。ボールを回していきますビアディミエ。さあここからどこへ出してくるのか。転んでいる選手、しかしホイッスルはありました。今こうポイントゲッターズは、はい、こうちょっとこう構えて守備の組織を作ったような、こう構えてこう相手を引くような守備しているんですけど、それは多分今までの試合とちょっとフォワードの選手が変わっていて、はい、今まで山内選手、北野選手が出てたと思うんですけど、その時はもうちょっとこう前から激しくこう2人の機動力を生かしてプレッシングをかけてたんですけど、今日は山内選手も北野選手も出てなくて、はい、まあ、エフライン選手のワントップなの そうですね、前からこう激しくプレッシャーをかけるというよりかはちょっとこう構えて相手の様子を伺いながら守備をするというようなシステムにちょっと今切り替えているので、そこがこううまくはまるかというところがちょっとこう注目点になると思いますね。おっとボールが出ましたが、後ろからタックルに行きました。これはホイッスル。
ければあわやというシーン、たまらずファールで止めました鈴鹿ポイントゲッターズ。そこもまあ守備としては悪くなかったんですけど、少しやっぱこう角度とタイミングがちょっと悪かったのでファールを取られてしまいましたね。あ、まあ、守備の、意識はいいんで、あれはしっかり継続してほしいですね。さあフリーキック、ファーサイドにキーパーが弾きます。ナイスキーパー、よく前に出ました。さあもう一度中へクリアします。さあ大きくボールが前線に送られて、ここは旗が上がっています。さっきはあのビアティのファウルになったんですけど、あのニード選手がうまくこぼれでも拾って攻撃に移ろうとしたので、あそこはファウルを取らずに流してくれよっていうのはちょっとフォニャケタ選手が多分アピールしましたね。さあ守備の機会が多くなっていた鈴鹿、一気に攻め込んでいけるか。外から中へ低いボール、これはクリア。しかしクリアのボール鈴鹿が奪っています。ポイントゲッターズ。よくつなぎました。ここはちょっと落ち着いてパスをつないで、はい、ちょっと攻撃の糸口をちょっとつかみたいですね。さあ真ん中へパスが取れば面白いな。カットされた。非常に惜しかったですね。今のスルーパスは通っていればというシーンでした。はい、さあもう一度攻撃形を作っていけるか。鈴鹿ポイントゲッターズ。これはうまい。パスがつながってフィニッシュまで持っていけるか鈴鹿ポイントゲッターズ。さあもう一度外へ、中に入れてきた高いボール、ヘディングはキーパーが抑えました。今いい形はできていたんですが、最後フィニッシュが、そうですね、やはり相手ディフェンダーも、ね、読んでいましたね。そうですね、まあ、ちょっとポイントゲッターズは、ちょっとこう起点になろうとする選手がちょっと多すぎるかなっていうのはちょっと思いますね。なるほど。前線であれば、あのエフライン選手がいて、左サイドは橋本選手がこう起点になろうとしてるんですけど、まあ、こう相手の背後を取るつく選手や、はい、相手の間に入って攻撃を加速させるような動きをしている選手は少ないので、まあ、背後出るのであれば右サイドの松木選手だったりとか、はい、中盤であったら海口選手がちょっとこう背後に出たり、こう攻撃を加速させるようなちょっとプレーをちょっともう少し増やすと、こうチャンスが増えてくるように思いますね。なるほど。そういった動きをこの試合の中で見せていけるんでしょうか。選手が倒れています。これは選手同士の衝突があったようです。第23回日本フットボールリーグ第31節、鈴鹿ポイントゲッターズ対ビアティン三重、前半いまだ0対0の展開です。今ちょっと試合が止まっているので、はい、ここでまあ、ピッチの中でこうちょっとこう確認したいですね、修正点を。まあ、お互い、あ、そのままインスリータイムありましたね。おそらくそのままインスリータイムに入りましたね。今
まあ、ちょうど今前半の折り返しに来てるんで、まあ、ビアティも、決して悪い流れじゃないですし、まあ、ポイントゲッターズも全然あの今のところ悪い流れじゃないので、はい、まあ、ここ前半のこの、後半の部分でどういうふうにこうお互いが主導権を握っていくかっていうところが、はい、まあ、この前半と、まあ、その後半のに向けてのすごい大事な時間帯になってくるので、ここまでの展開、両チームこのよく言えばがっぷり四つ、少し悪い表現となりますが、この決め手を欠くような展開となっていますよね。そうですね、そのあたりを、まあ、はい、お互い、まあ、手の内を分かっていると思うので、そうですね、こうちょっとやっぱりこうお互いもその危ないところを警戒し合っているような形ですね。でその中でもやっぱりこう狙いを持って相手からボールを奪った時がやはりこうお互いチャンスになっているので、はい、まあ、その守備を狙いを持った守備というのと、逆にその奪ったボールをいかに攻撃につなげるかというところはお互い その重要なポイントになっていると思いますね。そして先ほどからこの再三近藤さんから言われているこの鈴鹿ポイントゲッターズは2列目からの飛び出し、こういった動きが得点には必要だと。そうですね、さあ試合が再開です。鈴鹿ボールのスローインです。右サイドからドリブルで持っていて中に折り返して、一瞬遠目から打つかのようなポーズを見せましたがパスを選択。あそこもしっかりと人数をかけて守れていたので、ちょっとこうシュートの選択肢が難しいって判断しましたね。なるほど、 今のところはこうしっかり組織的に守備ができているイメージです。さあボールが出ました。これは少しボールが遠いところに行ってしまいました。鈴鹿ボールのスローイン。一度キーパーに戻します。大きく前線へ。さあ繋いでいけるか、ポイントゲッターズ。ボールが外に出ています。もうちょっとやっぱりビアティにも寄せが早いので、ちょっとこうあそこをかいくぐるのに苦労しているような、はい、そうですね、場面が今続いてますね。ビアティ三重の守りを崩して先制点が欲しい鈴鹿ポイントゲッターズ。しかしこのボールもちょっと緊張感のある展開が続いてますね。こうミスが命取りになるようなちょっとこう展開が続いているので、こうやっぱこう見てる運動量がそんなに多くないように見えててもやっぱりこうメンタル的な消耗も結構あると思うので、はい、こうやっぱりこうやってる選手たちはすごいこう緊張感を感じながらプレーしていると思いますね。こういう試合がこの選手にとっては一番疲れる展開ですよね。そうですね、はい、また今日はこの夜の試合ということで寒さも ね、 そうですね、影響がありますから、はい、試合が始まる前気温9度と発表がありました。だいぶ寒いですね、はい、
さらに日も沈みまして、その頃からさらに気温下がっているかもしれません。さあビアティンミエ、ゴール前にボールが入って、なんとかクリア。ちょっとマークの受け渡しでミスがありましたね。なんとかニュード選手が足を伸ばしてクリアしました。まあ、さっきのがビアティンの方が2列目の飛び出しでチャンスを作ったので、まあ、ポイントゲーターズもあのようなちょっと2列目の飛び出しを入れていきたいですね。さあこれが両チーム通じて初めてのコーナーキックとなります。どこを狙ってくるか。ファーサイド、ヘッドは合わない。しかしまだある。まあ、さっきもすごくいいボールだったんですけど、はい、鈴鹿ポイントゲッターズも高さでは負けてないので、そうですね、はい、集中力を保ってプレーしてほしいですね。さあ低いボール、ヘッドの競り合いは、なんとかクリア。少し危ない場面が続きます鈴鹿ポイントゲッターズ。クリアのボールも奪ったのはビアティンミエ。しばらくこの我慢の展開が続きますね。そうですね、まあ、集中力を切らさず守備してほしいのと、はい、低い位置でボールを奪ったときにこうどういうふうにボールを前に運んでいくかっていうところがちょっと今不明確になっているので、ここをちょっとなんとか改善したいですね。なるほど、はい、そうしないとやはりこうまた途中で取られてもう一回守備に回るっていうちょっと今時間帯続いているので、一番はこう高い位置でボールを奪いたいんですけど、低い位置でボールを奪ったときにこうどう相手のプレスを回避してボールを運ぶっていうところをちょっともうちょっとこう海口選手や西村選手を含めて中盤選手を含めてちょっとやってみて。サーブ、いいボールが入ってきたが、これオフサイドですね。オフサイドの判定です。サイドの旗が上がっています。少しヒヤッとした場面でした。そうですね、はい、まあ、おそらくオフサイドになるのは分かってて、オフサイドを取りには行ってたんですけど、まあ、ちょっとタイミングがちょっとずれると、まあ、その得点になる可能性があったのでちょっとヒヤッとしましたね。押し込まれる展開となっています鈴鹿ポイントゲッターズ。なんとかこの状況を打開したい。さあふわっと浮かせて、ディフェンダーの後ろを狙っていきましたがこれは通りません。さあこのボールをもう一度奪って組み立てます。交換から左サイド、うまい切り替え、通るか、しかし懸命のディフェンス。いや惜しいですね。さあこのボール奪って自分で打っていった、決まりました。ナイスシュート、ビューティフルゴールが生まれました。鈴鹿ポイントゲッターズ。いやもうすごく綺麗な弾道で吸い込まれるようなゴールでしたね。いや菊島選手は、まあ、すごくこう馬力があるって皆から言われてて、はい、まあ、その走力とかそのロングスローでも力を発揮するんですけど、やはりシュートもパンチがありましたね。
先制点を奪ったのは鈴鹿ポイントゲッターズ。こう鋭い振りですごく綺麗な弾道の、はい、グランダーのシュートをこう隅に決めてきましたね。よくねこのサッカーの試合では空いた場面ボールが高く浮いてしまうのを見るんですけれども、本当にゴールの中に吸い込まれるようなシュートでした。そうですね、技術ももともとフォワードやってる選手なので。そうなんですか。そうです、はい、もともとフォワードもできる選手なので、その辺でもシュートの感覚シュートの精度は高くて、今この場面で生かされてすごいビューティフィルゴールが生まれましたね。ただここはそうですね、ちょっとこう前半もあと残り時間少ないので、ここは絶対に1対0のままゲームを運んでほしいですね。欲しかった先制点を入れた鈴鹿ポイントゲッターズ。しかしこの点が入った直後の展開、両チームの選手ちょっと熱くなってましたね。そうですね、はい、ビアティはもう前半のうちに絶対に取り返したいと思うので、ここはこう圧力をかけてボールを奪いに来ると思いますね。さあ強引に真ん中を突破はできません。後ろから倒されました。いやニュード選手ナイスプレーですね。こぼれ球をしっかり拾って、それをしっかりキープしてファールをもらってマイボールにして落ち着かせるっていう、より中盤の選手としてはすごくいいプレーですね。さあこれもサイド抜ければ面白い展開で、いやここも厳しいチェックが入りました。さっき突破を図った田村選手は、はい、三重県の四日市中央工業高校出身で、まあ、高校時代は多分このピッチを、はい、選手権の舞台をかけて活躍した選手なので、まあ、このピッチでやはりこうプロを経て、まあ、この JFA で帰ってきて、まあ、この鈴鹿のピッチでこの躍動する姿はやっぱりこうちょっと思うところありますね。しかも今日はこの三重ダービーといういわば晴れ舞台ですもんね。そうですね、本当にこう頑張ってほしいですね。1点リードの鈴鹿ポイントゲッターズ。さあ追加点なるか。非常に精度の高いキックがあるんで、あナイスボール。さあいいボールが入っていきますが、パンチングでクリア。さあもう一度。さあこれは面白いところに抜けてきた、どうだボールが通るか。粘ってもう一度中へヘッドは、これは外れました。惜しかったですね、さっきヘディングシュートを打った上田選手は、はい、今日センターバックで出てるんですけど、ヘディングで、違う試合で点取ったりしてるので、はい、まあ、ヘディングだけじゃないんですけど持ち味は、まあ、ヘディングをもうしっかりこう注目したいですね。もう一人のセンターバックの今井選手もヘディングで何点か取ってるんで、この2人ヘディング結構強いのでもうちょっと見どころですね。先ほどの場面も惜しいところがありましたからね。そうですね。さあ粘っている、まだライン出ていません。
さあ中に折り返せるか。ここはビアティンエーボールとなります。一人で抜いていこうとしましたが、惜しい。さあ奪い返して、選手が一人倒れていますが、ここでボールを外に出します。そうですね、まあ、相手が一人倒れているので外に出すという、まあ、フェアな、そうですね、判断をしましたね。ビアティン・ミエの選手が倒れています。まあ、ルール上は別に攻めても何の問題もないんですけど、まあ、それをこう公平性とか、まあ、フェアプレーの精神でこう出したというようなプレーですね。そうですね。どうやら上田選手との接触があったようですね。さあここで立ち上がりましたビアティン・ミエ、菅野哲也選手。さっきももし菅野選手が抜け出せたら結構ピンチだったので、上田選手は本当にいい対応をしたと思いますね。菅野選手一度ピッチの外に出ています。ポイントゲッターとしては今リードしているので、はい、このしっかりリードを保ってもう1点狙いに行きながら、ただ絶対失点はしないというような戦い方をしてくると思うので、後ろに戻します。鈴鹿ポイントゲッターズ、前半のうちに追加点なるでしょうか。さあ左サイドから中央へ、ここはボールを奪い返しましたポイントゲッターズ。さあ一気にカウンター、このボールが通って後ろから追い越していく選手に、ここはゴールキックとなりました。さあ前半残り少なくなってまいりました。このビアティン・ミエ、先ほどからこの攻撃に移った時スピードアップがさらに速くなった感じがありますよね。そうですね、やはりこう点を狙いに来ているので、こうやはりこうスピードアップしたいんだと思うんですけど、まあ、ポイントゲッターズも今こうすごい組織的にコンパクトに守備ができているので、今のところ大きなこう問題にはなってないですね。さあアディショナルタイムは3分と発表がありました。たださっきピンチになったように、まあ、2列目からの飛び出しに対してこうコンパクトに守っていても、まあ、2列目からの飛び出しに対してこうマークの受け渡しを誤ると、まあ、ピンチになることもあるので、そこだけはしっかり注意したいですね。この3分集中ですね。そうですね。1対0リードして終わるのとこの1対1になって前半終わるのでは大きく違いますからね。三重ダービーの1点の重みってかなりこう、なんていうんですかね、こう
2、3点あるようなこう重さがあるんで、これをリードして追いられるかどうかっていうのはかなり重要になってくるので、なんとしてもこのままリードを保って前半終わりたいですね。さまざまなプレッシャーの中で奪い取った1点、なんとか前半守りきりたい鈴鹿ポイントゲッターズ。さあこのボールはビアティにボールが通っていますが、奪いました。さあビアティン三重の寄せも早い。なんとか前半のうちに追いつきたいビアティン三重。鈴鹿にプレッシャーをかけます。あー、ナイスキープですね。さあこのボールを、左サイドへ。やはりニフライン選手は要所で、こう起点となるようなボールキープをやってくるので、その点は攻撃面ではかなりチームの助けになってますね。さあスローイン、もう一度スローインです。おっと、選手に当たったボールがゴール前にこぼれている。奪えば面白い。冷静にかわしました。ここで前半終了のホイッスルがありました。さあ前半を終わって1対0、ここまでの試合展開いかがでしょうか。そうですね、やはりこう予想していた通り、こう緊張感のあるこうミスが許されないような展開の中で、うまくポケットになっていた相手がちょっと見落としていたゾーンに、うまく菊島選手が入ってきて、素晴らしいゴールを決めてくれて、1対0でリードしているという状態ですね。で、ポイントゲッターズはちょっとやっぱり気になるのは、こうニュード選手がこうボールを低い位置で受けるシーンが何回かあったんですけど、後ろやサイドではこう厚みのある優位性のある攻撃ができているんですけど、前線がちょっと手薄になっているように感じますね。なんでこう2列目の飛び出しとか間で受けるような動きを入れて、もうちょっとこう攻撃をスムーズに、打開していければいいかなというふうに思うのと、ビエティの方は、逆に、攻撃前線でちょっと起点になれるような選手がちょっといなくて、ちょっと厚みのある攻撃ができていなかったなというふうに思うので、ビアティンとしてはその厚みのある攻撃を狙ってくると思いますね。なるほど、ポイントゲッターズは今センターバックの2人が相手の2トップを完璧に抑えているので、このまましっかり継続して粘り強い守備を継続してほしいですね。そのあたりこの後半戦の見どころとなってくるでしょうね。そうですね。さあということで鈴鹿ポイントゲッターズ対ビアティン三重、前半を終わりまして菊島拓選手のゴールで1点をリードしている鈴鹿ポイントゲッターズです。さてただいまの時間は日本フットボールリーグ第31節
鈴鹿ポイントゲッターズ対ビアティン三重との前半戦が終了しハーフタイムとなっています。ご覧いただいています YouTube チャンネルは鈴鹿ポイントゲッターズの公式チャンネル、略してポゲチャンネルからお伝えしています。チャンネル登録をお済みでないご視聴者様はぜひともこの機会に登録をいただきますようよろしくお願いいたします。さて今回の放送も前回に続きスポンサー様のご支援をいただいてお送りしています。放送中画面右上に自動車整備士カードクターになろうのロゴを掲出しています。またご覧の画面では自動車整備士に関するご案内映像を流しています。少子化の影響もあり全国で自動車整備士が不足しております。現在自動車整備士はカーエンジニアやカードクターとも呼ばれ車社会にとって非常に重要な役割を持ち交通事故の防止や環境対策に大いに貢献している職業です。さらに働く環境も改善が進み空調設備の充実や勤務時間の管理さらには管理職員への登用などキャリアパスも期待できる職業です。毎年三重県内の高校84校へ自動車整備士を特集した冊子が送られていますので興味があり就職進学を控えた高校生の方は進路指導の先生にご相談ください。また自動車整備士の仕事をより知りたいと思われる皆様はぜひ三重県内カーディーラーの人事担当までご連絡をお願いします。以上 JADA 三重からのお知らせでした。
三重交通グループスポーツの森鈴鹿からお送りしております。第23回日本フットボールリーグ第31節鈴鹿ポイントゲッターズ対ビアティン三重、まもなく後半開始となります。後半も解説は鈴鹿ポイントゲッターズ U15 チーム監督近藤雄一さんにお願いします。引き続き近藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。実況は玉越義弘が務めます。さあ1対0で迎える展開となりました。そうですね、三重ダービーっていうことを考えると、はい、こうリードして後半を迎えられるのはかなり大きなアドバンテージですね。ただそこで油断だけは、禁物ですね。このビアティン三重のこの反撃というのも十分考えられますので。そうですね。さあ後半どんな組み立てをしていくんでしょうか。鈴鹿ポイントゲッターズ、さあ今後半開始です。これはやり直しです。さあ後半が開始されました。鈴鹿ポイントゲッターズ対ビアティンミエ、いきなり激しいプレッシャーですね。接触プレーがありました。ボールに対して激しいプレッシャーをやはり後半の立ち上がりから仕掛けてましたね、はい、顔を抑えてますね。あのサイドのところをやはりこう守備の奪いどころにしているので、あそこだけはこうかなり激しいプレッシャーをかけてきているというのが分かりますね。どうやら相手選手のこの肘が顔に入ったようですね。そうですね、こう松木選手がいい形で入れ替わろうとしたので、はい、それをこうやっぱ必死に止めようとして、まあ、結果としてそうなってしまったというような形ですね。ちょっと気をつけたいですね。さあ今ピッチに戻りました背番号40松木選手。中央に入れてきて、落としたボールをビアティンが拾いました。さあこのボールが通りません。ビアティンはボランチの選手をこう入れ替えてきたんですけど、フォーメーションと戦い方はおそらくほぼ変えずに来そうですね。ボランチの選手が入れ替わってますね、はい。後半から背番号8澤智也選手が入っています。山藤選手と交代で入っています。さあその代わった澤選手、ここでボールを奪った。しかし拾ったのはビアティン。一度戻します。さあこのボールに詰めていく。ポーンと前に出していきましたビアティン。ボールを奪われてしまいましたがゴール前、ポイントゲッターズ奪い返して逆襲です。いやー、ナイスボールですね。さあ右サイド、エフライン凛太郎、自分で仕掛けるか、どうする。相手ディフェンダーに奪われました。しかしまだ終わらない。エフライン選手、あそこの角度は結構得意な角度なんですけど、
相手もそこをちょっと警戒してたような守備の仕方をしてましたね。2人がかりで来ました、はい、あそこからこう左にカットインして左足でゴールのファーポストを狙うようなシュートを打つんですけど、やはり相手もちょっと警戒してましたね。なるほど。しかしいい形を作りました鈴鹿ポイントゲッターズ。さあ切り込んでいく、自分で持っていてまた後ろから打つと、しかし奪われました。さあ逆襲はビアティン、1点を追いかけます。さあ左サイド一度戻して、スルーパス後ろから来た選手がシュート、キーパーが抑えました。さっきもちょっとやっぱりこう2列目から飛び出してくる選手の、そのマークの受け渡しをもうちょっとこう徹底したいですね。あそこのスペースに2列目が飛び出してくるのは必ず狙っているので。なるほど。であそこポイントゲッターズはニュード選手が、まあ、ワンボランチ気味にいるので、そのニュード選手の横のスペースはどうしてもちょっとケアが遅れるんですけど、はい、そこをちょっともう少しこう守備の連携を早くしてスペースを埋めたいですね。その辺りを攻め込んできますビアティンミエ。さあ後半最初のコーナーキックはビアティン。同点に追いつくことができるのか、ヘディング、これは危なかった、枠の外、ヒヤッとしましたね。ヒヤッとしましたね。まあまずこうボールが非常に良かったですね。センタリングのボールが、はい、キーパーがギリギリ出れないようなボールを入れてきたのと、まあ、あそこをしっかりポイントとして狙ってたので、やっぱいいタイミングで入ってきたので、まあ、かなり対応難しかったと思いますが、はい、なんとかしっかりついてたので、まあこう枠には飛ばせないように頑張って競ったという形ですね。そうですね。ただ危なかったですね。ここのスペースをちょっと埋めたいですね。さあ後半開始から怒涛の攻めを見せておりますビアティン。さあここで鈴鹿逆襲なるか、後ろからボールを奪ったビアティン。ちょっとビアティンはこうテンポを上げてきているので、そうですね、はい、ポイントゲッターズしっかりここ対応したいですね。後半に入ってからこの鈴鹿ポイントゲッターズはシュートが打てませんよね。ゴールまでなかなかたどり着けないような展開が続いています。そうですね、ビアティンのこう守備の切り替えが非常に早いので、はい、まあ、あのような形で、まあ、右サイドであれば松木選手、左サイド田村選手がああいう果敢にドリブルを仕掛けていくシーンはあるんですけど、なかなかこうチームとしてゴールに結びついてない状態ですね。1点リードしているとはいえ少し苦しい時間が続いています。鈴鹿ポイントゲッターズ。三重ダービー両チームとも負けるわけにはいきません。意地と意地のぶつかり合い。さあセンタリングが、ニュードが奪ってクリアしていきます。しかしボールが落ち着いたのはビアティン。左サイドから中を伺おうというところをカットしました。
やはりビアティは前半よりこう積極的に前にボールを預けてくるような攻撃にちょっと変えてきているので、ポイントゲッターズはもうちょっとこうマークをの徹底と、まあ、このようなこのボランチの下で落ちてくる選手をもうちょっと捕まえたいですね。なるほど。前半はあそこから結構横パスが多かったんですけど、はい、後半結構こう縦パス斜めのパスを結構多用しているので、もうちょっとこのパスの出所もちょっと今抑えに行きたいですね。ここからこういうふうにもう結構深くボールを入れてくるので、さあ追いつくか、中へ、ここで笛がありました。まあ、前半は結構こうあの出し所に困ってこう横パスをつなぐシーンが結構多かったんですけど、はい、ビアティは結構後半はもうあのこっちのポイントゲッターの背後にこう何度もこうボールを入れてきているので、そうですね、はい、ちょっと今流れが悪いですけど、ですけど、まあ、シュートは打たせてないのでしっかりここをちょっと継続したいですね。さあこのボールは、うん、ヘッドで返します。うん、これはいいカットだ。ここで笛がありました。田村選手はもともとサイドハーフの選手なんですけど、ええ、前半から何度もあのような形でインターセプトをきれいにこうやっているので、こうポジショニングや出足がすごくいい選手なので、後半も、インターセプトかなり期待できますね。さあここで鈴鹿ポイントゲッターズは選手の交代があります。背番号7をつけましたエフライン凛太郎がアウト、代わりに背番号21をつけます山内武史が入ります。やはり少し展開が苦しいところでフレッシュな選手を入れてきましたね。そうですね、もうかなりこう判断が早かったなというふうに、なるほど、思いますね。やはり、まあ、ちょっと流れが悪いって感じたんだと思うんですけども、全く違うタイプのフォワードの選手を入れてきたので、まあ、前線からのプレッシャーであったり、まあ、背後への飛び出しっていうところを期待してるんだと思います。さあ競り合いからボールを奪うのは、んーとビアティンが奪って速攻、中に選手は1人だけ揃ってるので、人数は揃っているのでしっかり集中して守りたいですね、落ち着いて。ここでボール外に出しました。ポイントゲッターズも戻り早かったですね。そうですね、はい、やっぱあの辺の守備への戻りもやはりこう三浦監督になってからかなりこう早くなったなというふうに感じますね。どうしてもあのああいうカウンターからして結構多かったんですけど、はい、さっき もう相手にも早くしっかり守備にも戻っていたので、そうですね、カウンターの失点はかなり減ったと思いますね。うん、ここもパスをカットします。ボールを奪って、うん、と足が滑ってしまった。山口選手最初いいプレーしましたね、さあ大きくボールを前に入れていきます。このボールはつながるか、面白いぞ、外に開いて
最後パスがつながりません。さあチャンスになるか。懸命のディフェンスはビアティン。いやお互い集中しますね。しかし山内選手が入ったことによってこのゴール前までの動きが出てきましたよね。そうですね、やはりこう機動力があってこうパスを引き出せるので前線は活性化してるんですけど、はい、エフライン選手と比べるとちょっとやはり身長がちょっと低い部分があってこうサイドにボールが入った時に、こう高いクロスボールっていうのはちょっと選択できないと思うんで、そこをどういうふうにこう工夫してゴールにもシュートまで持っていくかっていうところを注目したいですね。さあボールはセンターライン付近、どっちがボールを収めるのか。さあいい位置でボールを奪った。そのままいけるか。しかしディフェンダーへボールが渡っています。このパスは通れば面白い。さあ打ってきた。抑えました。今オフサイドですね。その前にオフサイドの判定がありました。しかしいい形を作ったのはビアティ・ミエ。さっきもこぼれ球を拾われたっていうのと、はい、まあ、相手のフォワードの選手がサイドに流れたときに、まあ、どちらがこうマークつくのかっていうところをちょっとこう受け出しがうまくいけなかったので、なるほど、そこはちょっとやはりこうはっきりさせたいですね。後ろから激しいタックル。さあ抜けるか。抜ければ面白い。中へは折り返せません。ようやくあの海口選手が海口選手らしいプレーをちょっと見せてきたので、前半ちょっとあまりこうボールに絡めない時間帯もあったんですけど、後半ちょっとこう活躍期待したいですね。やはり勝っているとはいえ1対0という展開はこのプレッシャーもきついですよね。そうですね、全くこうセーフティーなリードではないので、はい、まあ、1点次どちらが取るかによって、まあ、流れが大きく変わると思いますので、次の1点は非常に重要になってきますね。ビアティンの選手も気持ちが入ってますね。今のプレーはね。そうですね。さあ後ろから自分で持って上がってゴール前上がる。さあこれはいい形になるか。鈴鹿、ディフェンダー足一本でクリアしました。今の時間帯おそらく山内選手が入ってから、はい、ワントップから海口選手をちょっとポジション上げて
ツートップのような形にしてると思いますね。そのおかげで海口選手がちょっとこうスペースとこう時間を確保できて前を向いていいプレーしているので、はい、まあ、普段はフォワードやってないと思うんですけど、こう逆にこういい効果を生んでいるように見えますね。そのあたりはこの相手も予想していないプレースタイル、そうですね、おそらく、はい、はい、そうだと思いますね。まあ、あのままエフライア選手がワントップでいると思っていると思っていると思うので、さあコーナーキック、ふわりと、うん、上田選手の頭には合わない。さあもう一度中、低いボール、ディフェンダーヘッドでクリア。さあだんだんとゴールへ向かう形を作りつつあります、鈴鹿ポイントゲッターズ。いやうまいですね。さあこれもいい形になる、センタリングは、うん、ディフェンダーに当たった。おっとこれは不用意なパス。さあチャンスになるか鈴鹿ポイントゲッターズ。相手のパスミスからさあ奪い返してビアティンミエ、今度は人数が揃っている、ファーサイド、うん、これはヘッドでクリア。これは逆カウンターのような形になりましたね。そうですね。ゴール前、ゴールに向かいたいですね、ここは。そうですね。いやチャンスです。さあどうする、自分で行くか、自分で打っていきましたがディフェンダー。ポイントゲッターズは海口選手を前半よりちょっと前に出して、逆に西村選手を前半よりちょっと後ろに下げて、おそらく多分 4-4-2 のような形にちょっとしてきてると思うんですけど、まあ、簡単に言うとビアティンと同じようなフォーメーションでこうマッチアップを作っているような形になってくると思うので、要所要所の1対1も結構大事になってきますね。さあロングスローゴール前でボールが入ってくる、すごいコーナーキックのようなロングスローを投げるんで、そうですね、はい、スローインが一気にチャンスとなります。さあこれはファールがありました。背番号15、今日前半先制ゴールを挙げています菊島拓選手。さあ同じような位置ですから、もう一度ロングスローでいくんでしょうかね。おそらくそうですね。ただまあロングスローと見せかけて近くでつないでリターンをもらってドリブルで仕掛けるようなこうトリックプレーもあるので、はい、まあビアティンはでも両方警戒していると思うんですけど、まあ、すごく嫌な場面になることは間違いないですね。さあ助走を長く取りました、ゴール前にボールが入っていく、うん、これは枠の外、惜しかったですね。さあ後ろからプレッシャーをかけていきますが、一度キーパーへボールを戻しますビアディン。
間をかけてボールを回していきます。さあここからスピードアップしていけるかビアティン。うん、これはいいパスが通ってゴール前、うまくミートしませんでしたがいい形を作りましたビアティン。非常に危なかったですね。そうですね、このゆっくりとしたパス回しからこのスピードアップでセンタリングという形。そうですね、あれがおそらくビアティンが狙っている形だと思うので、はい、しかこう注意していかないといけないですね。さあここで給水タイムのようです。ポイントゲッターズは前半の 4-1-4-1 のシステムから途中で今 4-4-2 のシステムを変えてきてて、はい、こう攻撃面ではこうちょっと厚みのある攻撃が前半にもできているんですけど、はい、やっぱ守備のところでこうやはりこうマークをこう外してしまうとこうゴール前でフリーな選手がさっきみたいに生まれてしまうので、そのやはりこうマッチアップの小さいというの部分もこう大事に一個一個の勝負を勝っていくというところが大事になってくると思いますね。後半に入って、ビアティンの選手がこの裏を取るような場面が何度かありましたよね。そうですね、まあ、おそらく多分それに対してちょっとこう中盤の守備がはまってなかったので 4-1-4-1 からまマッチアップのできる 4-4 に変わってきていると思うんですけど、まあ、ビエティもこ うまくこう流動的にマークを外しながらプレーしているので、そこのマークの受け渡しとこの1対1のところを負けないようにこう注意していくことが大事ですね。そして後半から入った山内選手の動きはどうでしょうか。今のところすごくこう出足が良くて、はい、こうルーズボールをマイボールにしてくれたりとか、こう苦しい場面でチームの助けになってきていると思うんですけど、まだゴール前でこうシュートを打ったり得点に絡むシーンのところではまだ活躍できていないので、他の時間帯こうゴールを奪ってほしいなというふうに思いますね。やはり求められるのはこの決定的な仕事。そうですね、後半ゴールを決めることができるんでしょうか。鈴鹿ポイントゲッターズ山内、期待しましょう。さあサイドから駆け上がっていきます。さあチャンスだ、ポイントゲッターズ狙いは、うん、ディフェンダーの頭に当たった。さあ落ちたボールを、あーっと決めきれない、惜しい場面でした。さあまだ攻撃続いている。さあボールを奪ったビアティン、いや惜しかったですけどビアティンのディフェンスもかなり集中してますね。そうですね、お互いに気持ちのこもったプレーが見れますね。さあゴール前ふわっと浮いたボール、うん、危ない場面でした。一瞬こうボールウォッチャーにあるだけで一気にこうピンチになるので、やはりこう一瞬たりともこう油断できない、こう緊張感の高いゲームになってますね。さっきも ほんの一瞬だけこうボールウォッチャーでマークを見失った瞬間にそこをついてきたので、はい、本当にこう常に気をつけないといけないですね。一瞬の隙が命取りとなります。点差は1対0、鈴鹿ポイントゲッターズのリード。追加点を挙げるのかそれとも追いつくのか。さあ一度後ろから攻撃を組み立てますギアティン。さあビアティンが抜けてきますが、うん、ボールはラインを割っています。
ビアティも攻守の切り替えが早いので、ポイントゲッターズも奪ったボールを先ほどのようにすぐ奪われないようにちょっと注意したいですね。そうですね。さあここでビアティンが動いてきました。背番号6をつけています。酒井、そして33の奥村が入ります。ここで動いてきましたね、ビアディン。そうですね、やはりこう前線のところはやはりこう点が欲しいので、こう決定力のある酒井選手を入れてきましたね。なるほど。さあスローイン、さあこのボール、ポイントゲッターズ一気にカウンターに行けるかと思っていきや、ビアティンが奪っています。さあパスがつながって、ゴール前。今はこうヒールでトラップしてそのままドリブルへ行こうと、そんなような形に見えましたが、ラインを割っています。相手のプレッシャーが早かったんで、その逆をつくようなプレーを狙いましたね。さあ前線、このボールは冷静にクリア。このビアティの守備が後半ちょっとギアを上げてきているので、なかなかこう奪ったボールをつなぐことができずに、今ちょっと主導権を握られているような形ですね。さあここで鈴鹿ポイントゲッターズも選手の交代があります。鈴鹿ポイントゲッターズ選手交代です。背番号8番ウィンクティ現在に代わりまして、背番号25番ゲオカ大輝が入ります。背番号25ゲオカ大輝がピッチに登場。これはちょっと前線でもうちょっとこう起点を作ってキープをする時間を作りたいというのと、はい、まあ、デオガ選手左足すごくいいシュートを持っているので、そのキープ力と得点力に期待したいと思いますね。さあこの時間帯両チームとも動きが激しくなってきましたね。選手交代などありまして、やはりこうビアティンとしては早く1点を取りたい、ポイントゲッターとしてはこの1対0の時間を長くこうしながら追加点を狙いたいという場面なので、お互いやはりこうちょっと選手を交代して動きをちょっと入れてきてますね。次の1点はどちらのチームに入るんでしょうか。鈴鹿ポイントゲッターズ対ビアティン三重の三重ダービー、ここまでは1対0と鈴鹿ポイントゲッターズがリードしています。なるべくポイントゲッターズは、はい、さっきもこうコンパクトな狭いエリアに一瞬追い込めたので、あそこでこうチームで共通理解を持って奪いに行きたいんですけど、なかなかちょっとそこでスイッチが入れなくて、ちょっとこうパスを回されているような状況が続いてますね。前半はそこでビアティンが攻撃を加速させてなかったんですけど、はい、後半は結構こうビアティンが攻撃をどんどん加速させるようなパスを出してきているので、はい、ちょっと後手に回るシーンが今ちょっとこの時間帯続いているので、そうですね、はい、ただコンパクトの守備は継続できているので、こう狙いどころを持ってもっとチームでスイッチを入れてボールを奪いに行きたいですね。後半に入ってからこのビアティン三重がパスをつないでゴール前まで迫る、そんな場面が多くなっています。
懸命に戻りました。いや素晴らしい攻守の切り替えですね、田村選手。さあこのボールは、こぼれたボールへの反応、ビアティン・ミエ早いですね。そうですね、なかなか鈴鹿ポイントゲッターズボールを持たせてもらえていません。さあ抜けてきましたボールを、これは合わない。今のプレーは少しもったいなかったですね。そうですね、もう少し落ち着いてこのセンタリングを上げてもよかったのかもしれません。橋本選手がファーに待っていたので、山本選手ファーを狙ったんですけど、橋本選手はファーからニアに入るような動きをして、ちょっと動き合わなかったですね。ちょっともったいなかったですね。後ろからプレッシャーをかけていく、この辺りワンタッチでパスを回していくビアティン。さあ一度大きくサイドを変えて、懸命の守備の時間が続きます鈴鹿ポイントゲッターズ。さっきも田村選手インターセプトしたので、はい、やはりいいですね守備が。さあこのボール、若干攻め込まれてはいるんですけど、守備自体はすごく集中してやっているので、こうまだこう決定な場面は作らせないですね。はい、おっと今のプレーはいけません。ちょっとデオカ選手も途中から入ってきて難しいとは思うんですけど、はい、まだ入ってきてからなかなかいい流れにまだ乗れてないので、ちょっとこう前を向いてドリブルを仕掛けてシュートだったりパスを出したりっていうプレーをちょっと増やしたいですね。今持ってますね。さあチャンスメイクできるか。松木選手もいい守備の位置を取って、はい、すごく常にこうボールがないときも確定してて、こう攻守両面に置いてあり、こう松木選手の加入はかなり今季途中で加入したんですけども、はいはい、すごく大きいですね。さあこの時間帯お互い攻守の切り替え早い展開となっています。鈴鹿ポイントゲッターズ対ビアティン・ミエ。さあここから、パスをしてボールを奪いましたポイントゲッターズ。一度ボールを外に出します。さあここでまた選手交代はビアディン・ミエ、背番号15タミヤ選手が入りますね。
今ビアティもなかなかこう決定的な形を作れてないので、はい、ちょっとこう攻撃を活性化させたくてちょっとこう機動力のある選手を入れてきたような感じですね。1対0点差は1点差ですが、こうじりじりと後半時間が進んでまいりました。そうですね、塩谷選手もすごくいい選手で結構司令塔タイプなんですけど、はい、まあ、それに変えてこう結構攻撃的な機動力のある選手を入れてきたので、もしかしたらより早い展開を狙っているのかもしれないですね。ポイントゲッターズはちょっと気をつけたいですね、相手のスピードに対して。さらにスピードを上げて得点を狙おうというビアティン・ミエ。ポイントゲッターズはどうなんでしょうかね、これ守り切ろうということなんでしょうかね。いや、もう1点狙いに行きたいんですけど、はい、今このちょっと時間帯我慢の時間帯で、今ちょっとこう1点を守ることにこうちょっとこうフォーカスしているような形に見えますね。その奪ったボールをこうどう攻撃につなげていくかというところで、はい、ビアティンのこう攻守の切り替えが早くてこうすぐにこうボールを奪われてしまっている時間帯が続いていて、まあ、本来であれば前線にこうもうちょっと起点を持ちたいんですけども、そこのこうちょっと今起点を作りきれてないという形ですね。さあコーナーキックはビアティン・ミエ、どこを狙ってくるか。高いボール、ヘッドは合わないが落ちているボール、ファールの判定。ビアティン・ミエの速い攻撃、なんとかしのいでいる鈴鹿ポイントゲッターズ。ボール奪い合いの展開。ここはちょっと我慢ですね、集中を切らしてはいけませんね。ロングボール入れてきました。さあカウンター、悔しがっています。ただうまくファウルをもらえたんで、はい、全く問題ないいいプレーですね。少しちょっとこうポイントゲッターズ残り時間を見ながらのちょっとプレーになるかもしれないですね。そうですね、あまりこう点を取ることよりもちょっとこうリスクを避けるようなプレーがもしかしたら増えるかもしれないですね。時間を気にしながらの戦いとなっています、鈴鹿ポイントゲッターズ。ここで笛がありました。はい、山口選手はそうですね、自分のできることをしっかりこうやっているような、
こうすごくチームの助けになってますね。そうですね。こうやってファールを もらうこともこの相手の攻撃の流れを切る意味では そうですね、大きいですもんね。さあゴール前へ長いボール、ヘッドは当てただけ。さあこのカウンターの形気をつけないといけません、鈴鹿ポイントゲッターズ。さあ中央のビアティンの選手に、奪った。いやナイスプレイ。さあこのボール追いつけるか、キーパーに戻されました。本当にマスケ選手は攻守にアグレッシブで、チームの助けになってますね。さっきもあのもしパスが通ったらシュートレンジだったんですけど、はい、しっかりこう守備に戻って、はい、ピンチを防いでくれました。さあゴール前にボールが上がって後ろから、さあ後半お互い譲らないまま1対0のまま進んできました。アディショナルタイム4分と発表がありました。ここはやはりこう戦い方とかも、はい、非常に大事になってくるので勝っている方とすると、まあ、一つこう、まあ、守り方もそうなんですけど、はい、まあ、奪ったボールをどこにこう運んでいくか、うまく時間を作りながら得点を伺うというようなシーンが増えてくると思いますし、まあ、ビアティンはどうしても1点が欲しいので、より早くゴール前にボールを入れてくる可能性もあるので、しっかりとここを最後跳ね返したいですね。この4分本当に集中が必要ですよね。勝ってる側からすると非常に長く感じる、はい、一番苦しい時間帯になります、はい、4分間なんですよね。しかし鈴鹿ポイントゲッターズはどうしても勝ち点3を取らないといけません。はい、もうチームを信じて、はい、最後の4分集中してほしいですね。そうですね。応援に駆けつけたサポーターからも懸命の声援が飛んでおります。この三重ダービー、少し寒い中での試合となっていますが熱い試合展開となっています。点差は1点、アディショナルタイムは4分。守りきれるか鈴鹿ポイントゲッターズ、追いつくかビアティン三重。さあ大きくゴール前にボールを入れてきたビアティン。さあ後ろから、これは合いませんでした。やはり時間を考えてシンプルにゴール前にボールを入れてきましたね。そうですね。ただ一つ目のボールは必ず今井選手と上田選手跳ね返すと思うんで、はい、その落ちてくるセカンドボールですね、二次攻撃をこうポイントを受けたら防ぎたい、ビアティはそこをもう一回狙いたいというところですね、うん。そういったところまで最後まで集中できるでしょうか鈴鹿ポイントゲッターズ。ディフェンス陣は上がらず、はい、後ろで守備に回っていますね。もしかしたらクロス上げずに近くでつないでくる可能性もありますね。なるほど。あ、やっぱそうですね。ここは時間を使うという選択。はい、そうですね。やはりこの中途半端に1点を狙いに行ってカウンターを食らうのが一番怖いですよね。そうですね。
まあ、さっきのクロスボールも完全に跳ね返されたりキーパーがキャッチするとカウンターを受ける可能性があるので、はい、さあ先ほど画像が乱れる場面がありました。失礼いたしました。お詫び申し上げます。さあここもボールキープに入ってますね、はい、粘ります。あ、プレッシャーかけてますね。前線からもうボールを上げさせないように。そうですね、はい、さあしかしキーパーから前線へボールへ送られたところでホイッスル。1対0、鈴鹿ポイントゲッターズが逃げ切りました。いや本当にこう緊張感のある、はい、見応えのある試合でしたね。そうですね、こうもちろんこうお互いこう絶対に負けられないこう気持ちのこもったゲームだったんですけど、ただその気持ちだけじゃなくて、まあお互いのこう戦術的なあのカラーも見えたり、まあ試合の中でこう戦術がこう変わっていくのもしっかりとこう見えて、まあただその本当に内容も結果も面白いゲームでしたね。そうですね、やはりこの三重ダービーだけあって、まあ、点差は1点ですけれども、どちらのチームにもこの見せ場といいますか押し込む時間帯があったわけですよね。そうですね、点差は1点差ですけど本当に内容は濃い試合でしたね。各所にこのお互い負けられないというプレーがたくさん見れた試合となりました。そうですね、その中でもやっぱりこうポイントゲーターズが勝てたのは、はい、本当に良かったなと思いますね。そうですね、その見事なシュートを決めました菊島選手、あのゴールは素晴らしかったですね。正直お互いそんなにチャンスが多くなく、はい、シュート数も少なかったので、まあ、その中で ああいう素晴らしいゴールを決められるのは本当に普段の練習であったりとか、はい、集中力の賜物だと思いますね。さあご覧いただきましたように第23回日本フットボールリーグ第31節鈴鹿ポイントゲッターズ対ビアティン三重は1対0、鈴鹿ポイントゲッターズが勝利を収めました。貴重な貴重な勝ち点3をゲット、昇格に望みをつなぎましたね。そうですね、はい、このままずっと勝ち続けてほしいですね。サポーターも勝利を信じております。この後残り3試合、やはり必要なのは全勝することですよね。もうそれ以外ないですね。はい、全勝そして昇格を信じて応援を皆さん送ってください。さあご覧いただきましたように第23回日本フットボールリーグ第31節鈴鹿ポイントゲッターズ対ビアティン三重の三重ダービーは鈴鹿ポイントゲッターズが1対0で勝利を収めたという試合をご覧いただきました。解説は鈴鹿ポイントゲッターズ U15 チームの監督近藤雄一さん、そして実況は私玉越義弘でお送りしました。近藤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。